私何のコスプレする？それなぁ、いっぱいありすぎて迷うよね。そうそう、チャイナ服とかメイド服もいいよね。あー、いいねいいね。私、チャイナ服にしようかな。いいじゃんいいじゃん、絶対似合うよ。私まだ優柔不断でさ、決められないから、また決まったら連絡するね。オッケーオッケー。てか、どこでコスプレする？あー、やっぱり人がいっぱい集まるところがいいよね。そうだね、盛り上がるところ行こう。うん、じゃあハロウィンの31日夜集合しよう。そうだね、じゃあまた連絡するね。お疲れ。バイバイ。ただいまー。はぁ、コスプレ何にしようかな。待って、これかわいい。でも結構露出多いから寒いかな。いやいやいや、寒さよりも可愛さ、SNS にもアップするんだから。これに決めた。やったー、買っちゃった。これ着るの楽しみだな。エミちゃんにも報告しないと。今日は待ちに待ったハロウィン。夢どんなコスプレしてくるんだろう。変な人には気をつけてね。任せて任せて。あ、そうだ、一緒に写真撮ろう。あ、いいよいいよ。行くよ。はい、チーズ。見て見て、いい感じ。あ、かわいい。ハロウィンは映えるし盛り上がるし最高だね。そうだね。あっちの方も行ってみようよ。いいよいいよ、行こう行こう。行こう行こう行こう。あー、めちゃめちゃ楽しめたね。さよなー。夢、明日バイトの面接だよね。そろそろ帰る？そうだね。あ、でも待って。ん？せっかくだからさ、 TikTok 撮ってもらってもいい？あ、全然いいよ。 I want you baby poppy happy day、 キラキラ丸で恋してるみたい。いい感じいい感じ。はい、どう？うわ、めっちゃいい。ありがとう。せっかくだしもう投稿しちゃおう。可愛いから絶対バズるよ。本当に、うん、バズるといいな。引き止めちゃってごめんね。じゃあまた遊ぼうね。バイバイ。またね。ハロウィンだからコスプレした女の子がいっぱい出てくるな。デュフ、お、デュフ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 、かわいい。やっぱり露出が激しいコスプレは最高だな。ん？なんだこれは。最近の若者は公共の場でこんな過激な格好をしているのか。よくないな。ねえ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 、さすがにこのコスプレ過激すぎない？本当だね。うわ、コメントめっちゃ荒れてんじゃん。はぁ、よく寝た。あ、そうだ、昨日の TikTok バズってるかな。え、そんな、早く削除しないと。これでよしっと。
ちょっと肌が見えてるコスプレしただけなのに世の中厳しいな。こんなことより今日はバイトの面接があるんだった。早く準備しないと。失礼します。じゃあこちらに座ってください。失礼します。それでは面接を始めます。まずですね、なぜこのプリン工場でアルバイトしようと思ったんですか？御社のプリンが大好きでずっと働きたいと思っていました。プリンへの愛は誰にも負けません。ここで働かせてください。なるほど。弊社はですね、真面目で明るくて公共の場で過激なコスプレをしない人を求めています。え？ゆめさん、昨夜ハロウィンの日に公共の場で過激なコスプレをしてましたよね。なぜそれを？今かなり話題になってますよ。でもあれはもう削除しました。それがネットの恐ろしいところですよね。削除しても消えることはない。え？確かに人気の TikTok で動画を投稿することはとてもいいことです。弊社のプリン工場もその TikTok を使って有名になりました。はい、もちろん知ってます。弊社のプリンを気に入っていただけていることはとても光栄なことです。しかし TikTok で羽目を外し、良くないコメントで荒れているゆめさんを採用することはできません。そんな申し訳ございません。ということは私これからどこのアルバイトも雇ってくれないな。 SNS の使い方にはくれぐれも注意しましょう。おまけ。御社のプリンがずっと大好きでプリンへの愛は絶対に負けません。心で働かせてください。いや負けてるやん。それでは面接を開始します。それではまず一つ目が、どうしてこのプリン工場を、ゆめさん、昨夜サロウィン起きてる起きてる昨夜サロウィン行きます。